どうも、ごきょうです。皆さんご元気でしょうか？本日の動画は、フランスティア級プレミアム抽選車、シャーフチュールカトルです。この車両の特徴は、オートローダーであるということと、それなりに隠蔽あるよねって感じなんで、偵察ができるよねってことぐらいです。一応オートローダーなんですけど、装填時間はかなりかかりますし、発射間隔も長いので、結構ね、打ち逃しちゃうことがよくあります。おまけに隠蔽があると言っても、めちゃくちゃ高いわけではないので、かつ、視界もね、そんなにいいわけではないので、そのあたりもちょっと微妙な性能になっています。加えて足もそんなに速いわけではないので、やはりね、偵察能力は高いけども、いいとは言えないといった感じです。この車両の問題点としては、手法のガバさですね。拡散もかなりひどいですし、照準時間もいいわけではないので、走り打ちはまず当たらないですし、飛び出し打ちもかなり不得意です。ただ、弾だけはね、すごく優秀で、貫通力も高いですし、単発も高いですし、弾速もね、速いので、弾だけはかなり使いやすいですね。走行は見てわかる通り、ペラペラなんですけども、正面に関してはね、特に上面に関しては傾斜がきついので、ワンチャン弾くことがあります。まあ、これらを踏まえると、どちらかというと、駆逐寄りの運用になるのかなと思います。拡張パーツはこの3点セット。牽引システムつけている理由は、やはり機動力が乏しいので、つけているといった感じです。当然、ここを方安定装置に変えるのもありかなと思います。拡散がね、ひどいんで。車長のスキルはこんな感じです。抽選者がつけるような無難なスキル構成になっています。結果、ステータスはこんな感じです。はい、対戦よろしくお願いいたします。マップは、レッドシャイアのチームデスマッチ、南東脇ティア10トップです。まあ、ビデオクリップがね、15分に設定しているんで、まあちょっと見切れているということは、まあこの試合は長いのかなと予想をつきますね。まあそんなのはどうでもよくて、まあ初動ここら辺で、まあ敵の丘で持ってやつ取りたいよねって感じですね。ただここら辺はね、この脇は、敵は1に早く入れるんで、結構ね、危なくなりがちなんで、逃げるタイミングが重要です。まあ、あんな感じですぐ入ってくるんで。まあ、ちょっと入られたので逃げるしかない。で、代わりに、こちら脇は90が先取れるって感じなんで、さっさと、8の C まで取ってあげると、攻めるの楽かなって感じなんですけど、止まっちゃってるっていう感じですね。押してきてますね。ああ、いっぱい来てる。ちょっとね、バッチャうざいですね。ただ、まあ、この車両は足ある方なんで、まだ行ってあげて、1ラインに攻めてくるのをできる限りしっかりとしてあげて、まあ、打ってもらうしかないかなって感じですね。これ車体逆の方、若干見えてる。取れない。あー、ディフェンダーが害を取ってくる。敵はね、ここが相当うざいから、剥がしたいって感じですね。無理やり、打ってる感じ。
ただ味方ね、Kラインめっちゃおるんで、まあ万が一ここに無理やり突っ込んできたとしても、まあ多分大丈夫。撃ってくれたら味方が。信号がね、厄介。抹茶がまだ残ってるんで、うざい。で、まぁ、ちょっと余裕あるんで、丘上もついでに偵察して。うん、E100が引いちゃった。なかなか切れんな六冠が。膠着状態。うわ、ラグラグがいい。ラグで下がりすぎた。こんな映像が。まあ、E100 はもう戻れないから突っ込んでますね。敵の配置はまあ五分五分って感じ。上にも結構いってるんで、まあ、味方と同じような感じですね多分。抹茶は諦めたね。 E100 はもう戻れないんで、あそこで死ぬつもりですね。ああ、突っ込む。怖っ。 OKOK。 とりあえず西側の進行は抑えが効いた感じですね。ああ、抹茶突っ込んできそうだ。怖っ。うわ、ただ、敵はリポジして、どんどんと味方が剥がされていってますね。1ラインを打ちに行こうとして前に出ちゃって、それを当て返されているという感じかな。うん、そろそろ逃げたいですね。抹茶が追いかけてきそうなんで、早めに。視界が切れない。若干見えてんのか。こいつね、車高がちょっとあるんで、まあ撃ちやすい、撃てるところ多いのあるんですけど、まあそれがあだとなってバレやすかった。これは普通に 50m。弾倉が残っているんで、こいつやりきれます。残念。さて一応オートローですわ。うん、まだなんかに見られてるね。一旦引きますね。一旦引いて様子見したいところ。東がもう溶けちゃってるんで、それの当て返し準備したいところですね。
来はね、こっち分けは 9-0 取りやすいんですけど、まああやって最初から受けの体勢を取っちゃうと逆にああなっちゃう。あのポジでずっとおられると、あの Q ラインがねバレ続けて何もできなくなっちゃうんで、 Q ラインの中の EF あたりのやつらで、だから本来は機動力ある抽選とか、まあそれなりに前張れる抽選とかさっさと入ってあげた方が個人的にはいいと思って。まあ状況としてはね最悪ですね。うん、倍つけられています枚数が。ただまあレッドシャイヤは結構ね受けが強いマップでもあるんで、うん、ここからじりじりと削ってあげればまだ。敵のヘルスがめっちゃ残ってたらきつい。それなりに削れている模様なのでまだありそう。弾持つかこれ。この子ね弾数が少ないんですよね。どちらかというと長期戦に向いてる車両なんですけど弾が足りないことがまあある。打ち切ることはないけど、どちらかの弾を使い切っちゃう。キーとか CR、まあ、それぐらいは使っちゃうんで、もう少し欲しいですよね。うん、行くね。何がしたい？てっきり計算ぐらいで止まると思ったけど、謎の動きが入っちゃって、まあ、ここで先取って行ってもらうっていう形ですね。まあ、敵としては K ラインから来るか、パワーに沿って入ってくるかのどっちかです。ラグっくね。またラグが。一瞬、ピンが下がったんで、反応が遅れてますね。ラグい。ラグとの勝負も始まっている。敵ヘルス少ないから全部満パン検査です。アイスリーだけか多いな。当たってない。ナイス。CS63 バレてないっぽいのか。バレてるな。今バレたっぽい。さあ1対3です。で残り弾数8発でヒートだけ。当たってない。これは多分ね、SU 先勝った方がいいなぁってことで多分言ってます。あそこでジリジリで待ってても攻めてくるんで、来たから。やったら先こっちから攻めてあげて、刈り取るっていう形ですね。もう一両の駆逐が何かわかんないんですけど、おっと瞬間移動したぞ。
で、なんか取れたっぽい。まあ、とりあえずあれを食って、バレた。あ、グリレか。まあ、グリレも死にかけっすよ。ここで、グリレと SU 枯れたら、オッケー。で、ここで、六冠が切れて、あ、ここも行く。上から行ってあげてもいいと思うんですけど。いい、なんで向こうに行く。まあ、これは一発食らってもいいんで、確率に落としたいところなんですけど、やめるんか。もう刈り取っても良かった気はするが、まあ、慎重ですね。 ISB が詰めてきてる可能性あるから、このことも考えたのか分かんないんですけど、うん、逃がしそうなんよね。こういう動きしちゃうと。まあグリレは足早いんで、今のは刈り取りに行った方が良かった気はする。うん、結局いいかな。グリレがいなくなりました。ファンマが残すか。グリレなんか弾いたなんか弾いて今のは冗談、両面で冗談したか分かんないですけど、はーい、ビクトリー。ダメージ6214のロッキル、アシスト2758のエンバーチ。では次、はい、対戦よろしくお願いいたします。マップはマリノフカの通常戦、北西脇、ギア10トップです。まあマリノフカはですね、まあ大体南あたりチラ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 して、まあ時間潰しながら打ってって感じで、まあ動いたらいいんじゃないかなと思います。ということで初動はね、まあ、湖入ってこられるの通しんで、まあ、そのあたり偵察できたらいいよねって感じで、安定のポジションに入ります。あ、そうでもには。入ってこられちゃったね。まあ、よくあるのがね、ですね。まあ、南脇は6の、まあ、D に、はい、頭出して、チラチラして通行を見て、視界を閉じ続けるっていうね、あの VZ がやってる動きが結構うざいんで、まあ、そこを取られちゃったんで、ワンチャン 50m で取られる可能性があるんで、ポジション変えてこっちに、おっと、渡った。ああ、何人で弾かれるし、エイムがひどいな。これ抜けるのか。さすがに58であそこは無理ですね。まあ、味方は上にいっぱい行ってて、ちょっと下行ってるっていう感じですね。敵は南ガン押しですね。から打てるが、装填がいけそう。堂々と、あ、一発いけそう。ダメ、すごいな敵全部いってるこれ VZ 孤立してるんで、うん、刈り取れます。この味方の、じゃあ敵の動きでここには入れないですね。ある程度は敵陣の方に残しとかないと、ここがもう完全孤立しちゃうんで、 VZ は見捨てられたって感じですかね。かわいそう。
で、もう大半がね、こっち取っちゃってる形なんで、まあ、勝ち確ですね。正直。まあ、キャップ踏んでおびき寄せるもよしで。敵はもう、あそこ、あの、湖か、あの辺りから移動ができない状況になるんで。まあ、最低ね、マイノフカこのムーブ多いですよね、敵やってる。なんであんなにあっちのラインの方が人気なのか僕にはわからないです。ああやってね止められちゃうんで、特に重戦車渡れないんで、そもそも。もちろんね、まあ油断はできないんですけど、こっちもこっちでバガ突しちゃうといっぱい撃たれるから、ちょっとずつ削らな、なんですよ。味方は脚踏んでるんで、おびき寄せ作戦なんですね。死因が被って、この距離でもバレーな、あーマウスにバレー、あキャップで終わりそうだが、さすがにそれは敵は嫌らしいんで見に来ました。で、ね、東側に行ってた味方がちょっと雑になってたからいなくなっちゃった。本当はある程度残してキャップ踏まないと守りきれんので、ほんで東に入って、まあ、クロスを作ってあげる感じですね。まあ、夫だけなんかわかんないんですけど、僕他の FPS 知らないんで、なんかあの同じところにみんな行っちゃうと全然あのなんていうの、その後の対応ができなくなっちゃうので、基本的には同じ箇所じゃなくて極力ね面で押すイメージで展開した方がいいかなって思います。どっちかに集中するんだって。まあもちろんそれが絶対いいってわけじゃないんですけど、その位置に対してカバーができる位置っていうのを作っていっていかないと、まあこうなっちゃう。でまあ全然対応できたみたいなんで、味方は、まあ、あとは残党狩りして終了。まあ、これはね、マリノの南攻めの悪い例がしっかりと見て取れますね。はーい、ビクトリー。ダメージ6467のロッキーアシスト2482のエンパーチ。はーい、対戦よろしくお願いいたします。マップはステップの通常戦、北脇ティア10トップです。見てわかる通りですね、ちょっと画質がねすごく悪いんですけども、これはねかなり前の動画になるんで、そのあたりはご了承ください。というか、まあ、基本的にねこの動画は前の動画ばっかりなので、まあ基本的に古いやつしか使ってないんですけども、これに関してはね PS4 の時のやつなんで、もっと前ですね。まあ、そこはご了承ください。ということで、初動はこの辺りで、東に渡る敵を取りたかったんですけども、経由戦車がね、突っ込んできたんで、バレちゃって使えなくなりました。で、味方の経由戦車がね、突っ込んで、敵がかなり見えてまして、かなり敵も、まあ、それを狙いたいのかどうかわかんないんですけども、動くのを躊躇してる感じですね。で、味方もそれを撃とうとして躊躇してて、まあなんか、
どっちにも展開してない感じですね。ただまあこの CS5 級ちゃんは単独でやってきたんで、ここはしっかりと吐き切って落とすと。まあこいつとよくね比べられる車両として、バッチャー25の何 AP やったっけ、なんかあのティア級の通常車両のやつと比べられるんですけども、まあこの子は単発ぐらいしかなんか買ってない要素はないかな、多分わかんない、あれ僕あっち乗ったことないんでわかんないんですけど、まあ、多分それぐらいだと思います。あれもそんなに優秀な車両ではないけど、ワンマガとか機動力に関しては確か向こうの上なので、うん、単発ぐらいかな、単発と玉ぐらいかな。まあそんなことは置いてですね、まあちょっとね東側を押せているので、ちょっとずつ展開したいところではありますね。うん、結構ね味方が自陣で止まっちゃってるから、ちょっと大変ですね。まあ軽戦車も残ってますし、敵なんかダメですね、ちょっと厳しいな。なんか1158ってやってるけど、合算ダメージですね。まあバッチャがあの STRV 食ってくれる、あ、自走が食ったけども、まああのポジション取れたんで、ちょっとずつこっちは圧をかけれそうですね。うん、敵は東じゃなくて西の方にガーッと行ってますね。なんでこのアイアンアーニーは食えそう、これはしっかり食っていって、あんまりねあの NDK はできないので、こうやって距離取って、まあ、ちょっと駆逐っぽい動きですよね、どちらかというと。まあそんな感じで動いてあげたら拡散はあんまり気にならないです。足の速い駆逐みたいな。でまあ状況としては半分取ってますよっていう感じですね。でここら辺でちょっとちょろちょろしてるんですけども、まあ上に行くか南に行くかっていう感じで迷ってて、まあ北の方を先援護しようという感じですかね。で後ろから撃ってくれる車両がいないんで、それの代わりをしようとしてますね。下手くそ。南ちょっと下そうやな、大丈夫か。敵南に振り返してるっぽいですね。この軽戦車はさっさとやって、あまだなんか思う、さっきの中戦ですね多分。あ、これはうーん、今のはやりきりに行った方がよかったね。あ、状況としてはねかなりまずいですね。南に行った味方は溶けちゃって、うん、この軽戦車で止められちゃって他2両動けないって感じなんで、まあ、ヘルスがあるんで、ここは本当は軽戦車行ってあげた方がいいんですけど、躊躇しちゃったって感じですね。枚数的にはね一緒なんですけど、
マップの占有率が向こうの方が上回ってるんで、ボブボブとは言いづらいけれども、敵全部見ました。T30 大丈夫か、あれは。あー、フルヘルスだかなりきつい。これはかなりきつい。E100 のヘルツが多すぎ。あの抽選者行っちゃったんで助けてあげることもできないですね。本来はこっち側取れてるんでこっちに逃げるべきですね。やられちゃった。これいい。弾が持ちませんね、これ。生き残ったとしても。弾が持たない。うん。で、今の撃ったんで、まあ、東にいるだろうって感じで敵は来ると思うんで、逆サイドに逃げる。で、中古取れたらいいよねって感じか。弾がやっぱいいっすよね、貫通力あるっていうのは。ダメか。あー、ヒートなくなった。まあ、ヒート少なめにしてるんで、まあ、なんでかっていうとあんま撃たないからですね。小銃相手に戦う車両じゃなくて。で、E100 がガンガン来ちゃってて、まあ、おそらく90は E6 来てるだろうという読みでこっちに逃げていく。まあ、個人的には90に逃げたのよかった気はするけど、あの E6 はヘルスがなかったんで。ならチャンス間に合い。あー、弾倉火力がゴミ。そのフリー抜きショット。あーつだーつ欲張ったな。これはきつい、これはきついんで逃げますと。そう、この子ね、弾も少ないんですよね。あー、装填が間に合わんな。これはジエンド。おっと、外した。ワンチャンあるか。あー、そこはオートエムじゃない方が良かった。はい、ディフィート。ダメージ7472の4キル、アシスト258のエンバーチ。ご視聴ありがとうございました。ではまた。改めてご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。それと最近クラン開設したんや、まだまだメンバー募集してるから概要欄の URL をチェックしてな。ほら。